おいわ一輝です。久々さきみたまをね、最新のパーティーでやっていきたいと思います。OK。 で、鬼丸とね、アザトース。まあ、これ両方紋章ついてるんですけど、弱いわけがないんでね。で、ここら辺倒していって、どうしようかな。鬼丸はね、もう地雷も持ってるんで大丈夫。ドレインもあるしね。で、アザトースはもう底力でゼロ突破する感じ。もう2フレとかでも十分強いんでね、結構いけると思う。で、ハイチ、ハイチ、ハイチが。ハイチ。いや、これ止まるよね、絶対。鬼丸微妙に触れて、スピードアップしつつ、ちょっとやっつけよう。おお、配置悪いね、なかなか。プニやりたいな。プニやりたいけど、止まるか、さすがに。アザトースで。アザトースで決めようかな。鬼丸は多分1フレで倒せるんじゃない？こいつは。ドレインもあるしね。プニも1フレでやれるんで。アザトースに関しては、もう底力で、多分、普通にやれるんじゃない？ゼロ突破上等で、いけば、大体のステージで、いけると思う。プニだけやる？プニだけやろうか。どうしよっか。これでやれるかな。あ、やべ、ミスった。これはやったね。結構やったね。これスピードアップして弱点貫くか。いけんじゃない？そしたら。ほら。強。むしろ回復してほしい。ドレインがやっぱ強いね。アザトースでも厳しいな。2体じゃちょっと多分そんなに底力出てなかったらね。お、いけたいけた。あ、いたいた。ここはもうね、慌てず、バードの処理がちょっとめんどくさいだけなんで、あとは1体ずつやればいい。鬼丸スタートにしようかな。失敗だね。鬼丸スタートはマジ失敗。なあ、もうスピードダウンした状態ですね。これは失敗作だぞ。あ、でもここはそっか。これはもう SS 使いながら倒しに行くしかないよね。底力出して。はい、強っ。強えな、これ最新式やな。SS 溜まってねえな。飛ばしたん？そんなとこまで飛ばしたん？
何本燃えても立ち上がる。これは来ましたぜ。は、早いね、このパーティー。すごい。最新式や。集まったー。集まったぜ。